チャンネル。ちょこんにちは。さあ、影淵選手の中間報告というところでね、はい、うん、こうやってね、佐々木チャンネルはやった企画をちゃんとね、そのまま言いっぱなしにしないで、うん、反省、復習ね、うん、称賛していくっていうね、はい、うん、っていうことで今日中日ドラゴンズ編です。はい、はい、まあ、シーズン前に、うん、まあ、ちょっと崖っぷちだろうと言った選手。そう、うん、まあ、中日はね、梅津ね、はい、まあだってね、怪我して、うん、まあ、今年頑張ってちょっと見せないとね、うん、ちょっと忘れ、期待感も薄れますよって言ったところで、はい、まあ、今年は、10試合先発、うん、2勝6敗、うん、でもクオリティスタート6回、防御率 4.02、うん、まあ、崩れる時は早いのかも分かんないけど、でも基本塁打1だからホームランはそんな打たれてない、うん、まあ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 か、まあ、投げてるっていうね。いや、そうです。あ、もうすっごい小さいハードルね、うん、はい、投げてるっていう、うんうんうん、まあまあでもそっからだね。でも先発してるわけですから、うん、そうだね、うん、でしかもまあね、怪我もあるだろうから、はい、そこはローテーションマネジメントしながら、うん、感覚悪化も分からないけども、うん、まあちょっとずつでも、まあ、投げていってるって考えたら、うん、まあ、来季に向けてホップステップのホップはいけてんじゃんかな。そうですね、うん、去年ね、復帰して今年どうなるかってとこだったので、うん、まあ、だいたいもう投げましょうだからね、あの10日間空けて投げていって、うん、まあ、だいたい多分100球目安なんだろうね、交代、うん、はね、そこら辺を目安にして、うん、まあ、今年はまあリハビリ当番だね、はい、も含めて来季に向けていこうって言ったところで、うん、まあまあかな、まあ10先発してますから。そうだね、うんうん、まあ、さ、まあまあまあ来季には希望見えましたねっていうね、はい、ここから怪我なくね、うん、まあ、こうシーズンをしっかり、そのローテーションを10日に1回でも守りながら、100球前後のマネジメントを守りながら1年間できるかどうかだね、はい、だからそういった、こういったことを佐々木朗希はしなきゃいけなかったよね。この梅津がやってる、その10日に1回でも100球前後でもローテーションを守って、1年間ローテーションを、その緩いローテーションを守りきるっていうね、はい、緩いローテーションで守りきれないってもうプロじゃないからね、うん、そういった意味ではやっぱアマチュア体質だから、そういうのはね、はい、でも梅津はそれを最後までできるかどうかで、まあ、最終のね、うん、判断が決まるね、はい、うん、そして根尾、はい、おるん根尾、パンを持ってるファンはいましたけどね、うん、5月16日の阪神戦投げたんが最後、はい、今度2試合とか、ね、そうだね、5月10日の広島戦ね、うん、投げたのはね、はい、でどうす、どうす、どうしていくんだろうな、うん、まあ、俺はトレードでもいいと思うけども。そっか、トレードにも上げてましたよね。そう、うん、なんかもう中途半端だよね、うん、言い方悪いけどね、どうなっていくんやろうな、うん、だからまあここから掴んでいかないと、うん、はい、もう崖だね、うん、うん、なんか微妙だね。さ、なんかどうなるんだろうって感じですね。あ、こっからね、この終盤に向けてね、うん、ちょっともう今なんか何とも言えないね、はい、判断基準がないね、うん、っていうところだね、はい、あと野手はね、高橋周平頑張ってんじゃんな。そうですね、いいところで持ってるし、うん、打撃も一気にまたね、うん、今2割8分5厘やから、はい、あの第2ブーム来てんちゃう、うん、だから2020年以来の第2ブーム今来てんちゃう。しかもコンスタンスにね、3月から4月も2割6分とか打ってるしね、うん、で若干6月2割4分になったけども、なんかコンスタンスにまあまあいい感じでね、打率上げてっていうところでまあいい感じでは過ごしてきてるよね、はい、ちょっともう大丈夫なんかみたいなね、うん、ちょっと限界説がもうこれ以上伸びしろないんちゃうかっていう限界説がちょっとね、巷じゃ騒がれてたけども、うん、ね、もう一回旬来る可能性あるね、うん、こう終盤の頑張りでね、3割もなんかいけそうな雰囲気もあるしな、はい、今のバッティングだとね、うん、しかも代打出てきても打つしな、うん、ドラゴンズちょっと代打陣かなり薄かったから、うん、そういった意味では高橋周平いい感じでね、うん、来てるから、このまま頑張っていければね、はい、崖っぷち選手の中で評価高くなっていくし、うん、で、続いてリューク、はい、まあ、村松の怪我でね、そうですね、うん、チャンスを得たっていうのもあるけども、はい、変わらんな去年と、感じがね、うん、2軍ではそこそこ上がってくるけど、1軍上がってきてもやっぱ変わらんな、うん、それだと結局はいないから出てるだけで、うん、チャンスつかめへんもんな、うん、他帰ってきたらもうそれでいこうかみたいなね、うん、感じ、確かに今つかんでる感じは全然ないですね、全くないよね、うん、じゃあもう山本でいっかってなるからで、はい、ショートもね、うん、であとはあの中地、うん、中地ちょっとやばいな、はい、ちょっとここまで15打席13打数ノーヒット、うん、三振7やからな、13分の
7三振してんねん、はい、もうほぼ5割三振やねん、はい、2回に1回三振や、うん、いや俺もね、中地一緒にプロ野球界頑張ってきたからね、うん、2000本打たしてやりたいんで俺も、うん、今何本ですか？あと72本。あちょっと72がすごく結構遠いよ、この近くで遠い72本なんだ、うん、俺も本当心の底から言ってほしいけど、うん、あさってが誕生日で42歳。42か、これはきつい。ちょっと2000本きついな。しかも今のままだの成績だときついもんな、うん、ほぼ三振やから、はい、ちょっとドラゴンズファンの人の声も厳しいもんな、うん、まあそれは仕方ないよ、それはもう選手のパフォーマンスだからね、うん、そうやってなるのだから代打で行くのもなんとかに変わりまして、うん、なんとかうわーっていう、はい、やっぱあれが期待感だから、うん、それがやっぱ大きければ大きいほど、うん、あ期待されてんだなって思うし、うん、これもあった日韓とかでもやっぱ名前が呼ばれた時の、うんはい、やっぱ若干やっぱ違うね、うん、歓声はね、はい、だからやっぱあのエスコンだったから稲葉さんとかの時は、うん、すごいわけよ、はい、だからやっぱあれが今の自分に対する期待のパロメーターでもあるから、うん、それも仕方ないわけよ。でもそのやっぱり声援でさらによっしゃってやろうとなることもあるわけじゃないですか。だからゴワーってなったら、おー期待されてんなってなるし、はい、なんか若干微妙だった時に、うん、おふざけんなよってなる時ある、はい、あ見とけよみたいな。じゃあ中島選手が代打出てきた時は2000本頑張れっていう息で、うん、うわーって言ってあげてくださいよ。そう、袴田さんお願いします。中日ファンの皆さん、はい、ね、中地応援していこう、うん、俺も応援してみたら、やっぱこの声援に応えないと、うん、やっぱまだ今年1本もやっぱり出てないじゃないですか、うん、そうそう、1本打てればねまた変わると思うんだけどね、うん、どんな臭いヒットでも、はい、1本出れば変わると思うんだけども、うん、ちょっとなかなかね、やっぱそこファンの方がやっぱ後押し、ね、してほしいですね。ここから終盤本当頑張んないと、はい、まあ、スタメン出ることないからやっぱ代打やからな、うん、しかもあんま右の代打おらへんしな、もう福永がレギュラーで出てるからな、うん、そこも考えると大体で72本って結構難しいですね、うん、いやでも頑張ってほしいよな、うん、頑張ってほしい、ね、ちょっと終盤どうなるかね、うん、やっぱ節目ですからね、2戦ってね。で、続いてが、はい、立浪監督になってます。あ、監督はやられたんですか。まあやっぱりね、はい、うん、2年連続最下位で、うん、3年連続最下位だとちょっと厳しくなるやん。まあそうですね、うん、中日ワンチャン A クラスあるかっていう位置だけど、本当そうですね。ちょっとドラゴンズね、うんうん、かなり苦しい戦いを最近強いられてて、うん、なんと7月 1,2,3,4,5,6,7勝、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12敗、うん、借金後ジャイアンツに3連敗しちゃった。ジャイアンツだって阪神か、うん、阪神に3連敗しちゃった。だから7月の頭さ、あの広島に3連勝して、うん、巨人に向かって4勝1敗で乗り切ったのよ、はい、でそっから、うん、負けが込んで、はい、きついよね、うん、あの唯一高橋宏斗の時だけ勝ってんだよ、はい、うん、いやいいですもんね。金曜日、うんうん、で、うん、オールスター高橋宏斗行ってるから、はい、今回の阪神戦投げれないから、うん、あの明日からのヤクルト戦に高橋宏斗が多分火曜日に行くと思うんだよ、はい、だそれきついよな、うん、これだって最下位だったら立浪監督もやばいよ、はい、まあ、どうするか俺は知らないけど、うんうんうん、ちょっと今、はい、崩れそうやな、はい、ちょっとしょんばりどころやな、まあ、まだあとね、そうそうそう、50ぐらいありますからね、うんうんうん、だからドラゴンズで言うと今余裕ある人は高橋周平やな、うん、はい、と、まあ、梅津はちょっと、うん、まあまあ、まだリハビリだ、リハビリだからねっていうね、うんうんうん、っていう感じかな、はい、うん、ちょっとあとはね、この後半戦の頑張り次第で崩れるかもしれないからね、はい、危ないから、ちょっとどうなるのかはね、楽しみに見ていきましょう、はい、はい。